2023メロンミュージックアワードが12月2日に開催され、この華やかなイベントではほとんどのグループがスーツや豪華なドレスを着ていました。しかしそれに比べてニュージーンズが別の道を選択したことにファンは唖然としています。ニュージーンズは清掃ではなかっただけでなく、 Y2K コンセプトに忠実な彼女たちはカーゴパンツとショートパンツを着用しました。そしてその衣装は多くの視聴者にとって理解しがたいものだったようです。ヘインにはメッシュのクロップトップと分厚いネックレスが与えられました。それはレッドカーペットの上では少し場違いに思えるスタイルです。ヘリンはデニムパンツにイヤリング、天使の羽のトップを合わせました。華やかではありますが、フォーマルな場には向いていない服装です。ダニエルは金属製のトップスの上に毛皮のストールを持っており、彼女にはあまり似合わないハーレイクインメイクアップが施されていました。ニュージーンズは全員分厚いブーツを履いており、ハニはローライズのカーゴパンツにピンクのグラフィック T シャツを合わせていました。ミンジはストライプのトップスと刺繍入りのジャケットの上に柄入りのストッキングとプリントのスカートを合わせ、一着のスタイリングに4種類もの模様が入っています。これに対してネチズンは特別な機会にマッチする服装を選ばなかったことに対して彼女たちのスタイリストに疑問を抱きました。ネチズンは彼女たちの美しさを称賛しましたが、メンバーの魅力を最大限に引き出さなかったスタイリストチームに批判の目を向けています。全てが奇妙だ、なぜ可愛い子たちにそんなことをするのでしょうか。彼女たちはファーストアルバム以降全てがダサい、全く奇妙です。一体どこでそんなストッキングを手に入れているのでしょうか。彼女らの足はコカ・コーラで汚れているのかと思いました。彼女たちの髪型、メイク、スタイルはとても理解しがたいものです。自然になればもっと良いのに、など厳しいコメントが寄せられています。